ネス解雇通告を受け、一人での戦いが続く阿島こと、今ツアーの開幕戦で秋山、斉藤、金丸、スターネスの3人との3番勝負を志願、そして改めてライガーの持つ GHC ジュニアのベルトへの挑戦を表明しました。3番勝負で結果を残してスターネスに戻りたい、秋山さんに戻ってこいと言われたい、そして一人でもやれるという証明、ベルトという見える形で結果を出してスターネスに戻りたいと言っていた橋誠、橋が常に心に思う言葉、獣道、それは辛く険しい道、前進することしか許されぬ道、今日の相手は獣の神、獣神サンダーライガー、獣道に立ちはだかる神をも超えてジュニアの頂点に立つか橋誠。池田大輔と重みの